カメダ大輝1月6日台は、日本の男性元プロボクサー。大阪府大阪市西成区殿下茶屋出身。帰婚、二児の父。元 WBA 世界フライ級王者。元 IBF 世界スーパーフライ級王者。世界二階級制覇王者。カメ三兄弟の次男で、カメダ孝は、実刑。カメ和樹は、実定、カメ姫月は、実米。カメ志郎は、 ジップ、亀田京之助はいとこ。小学生からボクシングをはじめ、天下茶屋中学卒業後は、アマチュアの試合に出場し13勝2敗。2004年5月に、史上最年少の15歳3ヶ月で、全日本実業団選手権バンタム級優勝。12月全日本社会人選手権準優勝。2005年11月、競泳ボクシングジムに入門。二千五年九月十四日。 当時 WBA 世界フライ級王者のロレンソ・パーラとスパーリングを行った。その際、大輝は体当たりや頭突きなどのラフファイトを展開。これに激怒したパーラは、大輝を一方的に打ちまくり、スパーリングでダウン寸前まで追い込んだ。2006年1月11日、B 級ライセンスのプロテストに合格。2006年2月26日のプロデビュー戦から10。 連勝を果たした。2007年10月11日に WBC 世界フライ級王者の内藤大輔に挑戦したが大差の判定負けとなった。この試合での反則行為により1年間のボクサーライセンス停止処分を受けた。2008年5月9日付で亀田ダコとと共に競泳事務との契約を解除された。二人は東日本ボクシング協会に協会預かり申請を していたが、6月9日の理事会で要請を却下することを全会一致で決定。その後、カメラ事務設立に伴い兄弟たちと同様にその所属選手となった。1年間のライセンス停止処分明けの2008年11月6日に、ノンタイトル10回戦を行い、アンヘルレサ号5回顧により下して勝利し、復帰戦を飾ると、次の2戦にも、5勝利を収めた。 2009年5月13日に復帰4戦目の相手として内藤以来の日本人対戦相手として予定されていた元ペブ不登用太平洋フライ級王者の小松則之が2009年4月13日に死去。2009年10月6日、WBA 世界フライ級王者、殿下を1000円顔1とに挑戦するも0から2の判定負けを喫した。 2010年2月7日、WBA 世界フライ級王者、デンカオセーンカオイチットに、再び挑戦し、3から0の判定勝ち、日本人初の兄弟王者となった。2010年9月25日、初防衛戦で、元 WBA 世界フライ級王者、坂田武史と対戦し、3から0の判定勝ちを収めて初防衛に成功した。 2010年12月26日、埼玉スーパーアリーナにて、同級14人のシルビオ・オルティアーネを迎えて2度目の防衛戦を行い、中盤以降に手数が少なくなったものの全体的にはパンツの適格性で上回り、12R 判定勝ちを収めて2度目の防衛に成功した。2011年1月6日、2010年12月26日に2度目の防衛に成功した。 WBA 世界フライ級王座を2011年1月1日付で返上していたことがところ属事務より発表された。2011年9月24日、メキシコキンタナロー州コスメルのコスメルコンベンションセンターでラウルイダルゴと WBA インターナショナルスーパーフライ級王座決定戦を行い、1回2分20秒小勝ちを収め王座を獲得した。 2011年12月7日、大阪府立体育会館で、WBA 世界スーパーフライ級王者、テイパリットゴーキャットジムと対戦し、0から3の判定負けを喫し2階級制覇に失敗した。2012年4月4日、横浜アリーナで、ポンペッチ、総ソソンポンと 54kg 契約10回戦を行い、2回2分53秒小勝ちを収め再起に成功した。 2012年6月25日、後楽園ホールで序盤に外と 55kg 契約10回戦を行い、4回21秒 t k を勝ちを収めた。2012年8月19日、サンメッセ香川でマイクタワッチャイと 55kg 契約10回戦を行い、2回にフックとボディの左連打からダウンを奪ったが、タワッチャイのクリンチにも苦しみさんから例の判定勝ちを収めた。 2012年12月4日、大阪府立体育会館で、インドネシアフェザー級王者、ジェームス・モコギンタと 55kg 契約10回戦を行い、3から0の判定勝ちを収めた。2013年3月9日、横浜文化体育館で、ファウスティーノ・クプルと 54.7kg 契約10回戦を行い、6回43秒後勝ちを収めた。 2013年6月8日、名古屋国際会議場で、アーロン・ボバディージャとバンタム級契約10回戦を行い、6回12秒 TKO 価値を収めた。2013年6月10日、同月8日に、ファンカルロス・サンチェス・ジュニアが、ロベルト・ソ査サとの指名試合で、軽量失格で、IBF 世界スーパーフライ級王座を剥奪され、 試合には勝利した者の,の王座が空位となったことを受け、IBF から、元 IBF 世界同級王者で、IBF 世界同級4位のロドリゴ・ゲレロと、IBF 世界スーパーフライ級王座決定戦を、行うよう通達を受けた。2013年9月3日、三メッセ・香川で、元 IBF 世界、スーパーフライ級王者で、IBF 世界スーパーフライ級4位のロドリゴ・ゲレロ。 その IBF 世界スーパーフライ級王座決定戦を行い、12回3から0の判定勝ちを収め2階級制覇を達成した。ちなみにこの試合は、同年4月1日に JBC が IBF 加盟して初めて日本国内で IBF の世界王座をかけて行われた試合であった。また、亀田大輝は JBC 公認以降の初めての日本人。 IBF 世界王者となった。2013年12月3日、大阪府立体育会館で、WBA 世界スーパーフライ級王者のリボリを、ソリスと王座統一戦を行う予定だったが、ソリスが体重超過で WBA 王座を剥奪されたため、IBF 王座と空位の WBA 王座をかけた一戦として、試合は通常に行われ、ソリスが勝てば、WBA 王座。 IBF 王座が共に空位となり、亀田が勝てば、WBA 王座と IBF 王座が統一されるという条件下で試合は行われるはずだった。試合は亀田が1から2の判定負けを喫し WBA 王座、IBF 王座が共に空位となるはずが、IBF の臨勢タッカーが会見を開き、ソリスが体重超過だったため、ルールにより大輝は負けても、 チャンピオンとして残ると明言し、WBA 王座は空位となったものの、IBF 王座は亀田が保持するという形になった。リンゼイタッカーが、大輝が勝てば、王座統一、ソリスが勝てば、WBA も IBF も王座は空位になると説明していたにもかかわらず、試合後に、IBF ルールでは大輝が負けても王座は防衛と説明を変更したこと。 勝っても負けてもタイトルを保持できるルールを確認したのは、計量日の夜。大気本人も、試合までには確認していたという亀田事ジムの島、里島ネージャーの説明、日本プロボクシング協会の大橋秀幸会長が、日本が4団体に加盟し、今後統一戦は増える。しっかり危機管理をしていきたいと信頼回復を、訴えるなど、大混乱を招いた試合は物議を醸す結果となった。 2013年12月13日、IBF の最新ランキングが発表され、亀田大輝は IBF 世界、スーパーフライ級王者として、名を連ねてはいるが、同月3日に王座を防衛したことにはなっていないため、初防衛は果たしていないが、王座保持者であると IBF の判断があったものだと、推測される。2013年12月26日、自身の主演映画、 ヒットマンアスへの銃声の発表を披露会見に出席し、映画については緊張は一つもしなかったけれど、セリフを覚えるのは大変だった。いい映画になったと思うと語ったが、当初予定されていた取材対応はなく、ボクシングに関して無言を貫いた。2014年3月19日、IBF 世界スーパーフライ機王座の返上を表明した。 2014年6月26日、JBC はランキング委員会を開き、亀田大樹は兄、後期と共に半年以上試合間隔が空き、かつ試合予定も立っていない選手は、ランキングの削除対象となるという内規に基づき、日本スーパーフライ級ランキングから除外された。2015年9月6日、1年9ヶ月ぶりの試合をテキサス州、 コーパス・クリスティのアメリカンバンクセンターにて、アンソニー・ディレル VS ・マルコ・アントニオ・ルビオの前座で、ビクトル・ルイスとバンタム級8回戦を行い、8回1から2の判定負けを喫した。2015年11月4日、左目の網膜剥離のため引退を宣言した。引退後は、バラエティ番組への出演など、主にタレント活動を主体としている。一方で年月には、 弟の和樹の復帰戦に合わせて JBC のセコンドライセンスを取得した。2018年時点では競泳事務の特別トレーナーとして不定期ながらアマチュアの指導も行っていた。2018年1月1日、アベマ TV、亀田大輝に勝ったらお年玉1000万円で素人相手ながらエキシビションマッチ後連戦を戦い、4勝1分で1000万円を守り通した。 バラエティ番組などのゲスト出演はあった。物芸能事務所に所属はしていなかったため、オファーがなければ、仕事はなく再始持ちでありながら事実上の無職の状態が続いていた。ボクシングを引退してからの7年間を、ボクシングはゼロからスタートして、頂点まで行けた。僕の場合、引退は突然だった。突然、目が見えなくなって、先のビジョンも真っ暗になってしまった。 そこから今の今まで燃え尽きていた状態だったと振り返った。父、四郎からのアドバイスもあり2021年4月には YouTuber に転身した。9月には後期が会長を務める3150ファイトクラブのトレーナーに就任した。2009年10月、兄、後期と揃って東京国税局の税務調査を受け、2007年までの3年間の個人所得について、 一億円の申告漏れが発覚した。過少申告加算税なども含めた追徴税額は数千万円に上る。すでに修正申告は済んでいる。2013年9月3日午前10時に当日、計量を行うことが JBC に周知されていた。ところが、亀田大輝陣営も、 ロドリゴ・ゲレロ陣営も2時間前倒しして午前8時に行う意思があったと IBF が確認。JBC に午前10時に行う予定だった当日、計量は午前8時に行うことに変更になったと通知せず、IBF スーパーバイザー立ち会いのもと、JBC 不在の中で両陣営関係者の見守る中で、カメラダイとロドリゴ・ゲレロの当日計量を許可。 選手の要望があれば2時間早く行う通例がある。当日計量は IBF のルールでローカルコミッションが立ち会わないのは普通のこと。連絡をしなかったのはこちらのミスだとの IBF 会長の弁明に対し当日計量に立ち会いなかったことに不快感を示していた JBC は IBF は幻覚と聞いていたのでその心づもりでいた。今回が 初の IBF 王座の世界戦で知るところもあった。今後に生かしたい。と理解を示した。試合で使用するグローブに関してもゲレロ陣営が、それぞれが選べるとの文言が記載された契約書に、亀田ジ事務の吉井誠次会長がサインしたと、正当性を主張し持参した、カナダ製のグローブの使用を要求したのに対し、亀田陣営は、すでに両陣営と IBF、JBC が、 日本製仕様で同意した。と訴え、最後は JBC が両陣営での調整を委ね、日本製のグローブを使用することで決着した。なお、この試合の裏で使用するグローブをめぐって、JBC 職員が、後期、和樹など、亀田陣営から、同活や暴行されたと主張したが、裁判において、JBC 職員が虚偽の主張をしたと認定されている。 2013年12月2日に行われた WBA IBF 世界スーパーフライ級王座統一戦で IBF 世界スーパーフライ級王者カメラ大輝が敗北したにもかかわらず事前説明とは異なり質感せずに王座を保持し続けた対戦相手のリボリオソリスが 1.4kg 軽量オーバーし再軽量も拒否したためというのがその理由この問題について 2014年2月4日に JBC は倫理委員会と資格審査委員会を開催し、亀田陣営を処分することを決定。翌5日に吉井誠次会長の持つクラブオーナーライセンスと島里志マネージャーのマネージャーライセンスの更新を認めない方針を固めた。3月7日に JBC は記者会見を開き、 吉井誠次会長の持つクラブオーナーライセンスと、島里市マネージャーのマネージャーライセンスの更新を認めないと発表した。吉井と島は2013年12月31日にライセンスの更新を行っていないために、ライセンスが執行中で、JBC の官令では遅れての更新も認められるのだが、吉井のクラブオーナーライセンスの更新が認められず、 島のマネージャーライセンスの更新も認められないため、事実上の資格剥奪処分となった。この処分で、亀田事ジムは活動停止となり、工業を開催できないだけでなく、選手のライセンスはジムを通してしか申請できないため、亀田後期、大輝、和樹が保持するボクサーライセンスも実質的に執行となり、事実上の追放処分となった。年月日、 IBF 世界スーパーフライ機王座の返上を表明した。ありがとうございます。